消えた。一瞬で絶対に無理だ。一体どうやって。わっ、俺が呼吸を止めている間は何人たりとも俺の存在に気づけない。団体でファミレスとかに行っていつもウェイトレスに水もらえないようなやつ、こっちの能力を隠しておくためのダミーみたいなもんさ。そんな大事なことを俺に。ま、信頼を深めるためさ。うん、なってもいいよ。はよー、いいって言ってんのにめんどくさいな。大体お前さん一人で勝手に決めていいのかよ。20年来の仲間に裏切られることだってあるしの。で、大丈夫なのかよ。何が？あ、でも俺が絶対譲らなきゃ大丈夫。結局キルアがしぶしぶ折れるから。王を倒す。どんな恨みかまではさすがに今は言えねえな。なんて嘘だよ。いくら頼まれても今は言えねえよ。ペギーって名前だ。俺の目の前で頭を吹っ飛ばされてな。殺されたペギーが俺の里親だったってことをな。すべてを思い出したわけじゃねえ。王に殺されたキメラアントの幹部ペギー、生前も御所を大事に NGL の教本を抱えてたよ。なんでメルオロンのこと会ってすぐに信用する気になれたのか。俺はお前さんに人間離れした怪物性を感じた。俺はゴン、ゴンフリークス。全然逃げない。その通り。これが第三の能力、神の共犯者。この能力を使えば敵に全く気づかれずに近づき、クソタレの王に前代未聞の必殺技を食らわすナイスガイさ。お前さんの実力を知るために部下をけしかけたんだが、ま、やつらからしたら変わっちまったのは俺の方なんだろうけどよ。っていうか、たとえこの先信頼を裏切られても後悔しねえし、責めもし。言いたいことはわかるけど、俺にとっては命がかかってるんだぜ。つまり敵の攻撃はちゃんと俺に当たるんだよ。たとえまぐれでもその攻撃に当たっちまったらアウトなんだ。透明になるだけなら縁を使えば感知できる。誰も俺の能力を知らないからこそこの能力は無敵でいられるんだ。メレオロンのことは話さずに呼び出してみる。待ってたぜこら。やってくれたな。今どこだ。やっぱり500万人を見殺しにはできねえってよ。遠隔操作での選別は中断される。はっはっ。もちろん国民大会に向けて人民は続々首都に集まってくる。決行日時のギリギリまでどこかで集中して牙を磨いてるから。キルアの意見を聞きたいな。ここにはいないんだ。ダメだ、繋がんない。切ってるみたい。ここだな、万代市。うん、わかった。オート。余が手を誤るとでも思ったか。たわけが。シンプルに見えて実は非常に複雑です。王の御前です。今すぐ世の前に座るか死ぬかだ。疲れてるからだ。出なきゃ負けるはずない。連敗の言い訳を聞くほど気は長くない。死ぬ気で休め。ルールは違えど一級の打ち手にはその打ち筋に独特の呼吸がある。軍技という盤上競技で。軍技。開始時の駒配置も自軍陣地内ならば自由です。15年ほど前から世界大会が行われていますが。そいつに勝てば世が世界一ということか。この度は大間ぬぬ大間ぎぬ総帥様と声が全然違えす。やつは死んだ。口の聞き方とかも全く。気が散る、黙る。よし、大体わかった。やるぞ。いいからやれ。はい、
ではよろしくお願いします。お前、目が見えるのか。明らかに空気が変わった。全然連絡取れねえ。うん、電源入れてないみたい。面構え喧嘩上等なのも第一印象最悪上げてるな。おそらく俺の言葉は右から左、全く受け入れ拒否が平常だろう。かなり高確率。うん、選別のせいで置き去りにされていた動物全部に。だから明らかにダメそうなやつは見捨てた。いねえだろうが。そんな中で救いを求めてくるやつくらい助けて何が悪い。そんなことじゃ好感度上がんねえぜ。地駒に弓を据え、攻防の拠点とする戦略。もう一曲だ。はい、喜んで。いやー、総帥様ってば恐ろしく覚えが早いっす。軍技ならば三日三晩寝なくとも。へば、少しだけ休ませていただきます。いかがですか。時間の問題だな。王様、囲碁が首吊って死んでました。それを煙のオーラで覆うと、核のオーラに込められた相手のカウンターに備えてやや操作情報を複雑にしてるから、かといってネフェルピとアリの性質上王のそばを離れない。奴らの動きを縛るのは超簡単。こいつらが来るうちは安心だ。前とは雰囲気が違う。ナックルのポットクリーンがついてねえ。それとも奴自身が助念を。借りを返すよ。まずはあんたを型にはめて。それがもし助念の能力だとしたらまずい。しかしこちらの念で相手の念を封じ込める作戦は、もしこいつの能力が助念ならば今は逆にビッグチャンス。ディープパープルは解除するわけにはいかない。残りのオーラで何とかするならいくらでも対処できるぜ。足だけやろう。これが奴の能力なら、助念は別のアリの能力。お前は俺に触れない限りここから外に出られない。さあスタートだ。だからってシャニムに追っかけたって捕まらんだろう。モラウが敵と一緒に消えた。奴の言う通り、現実世界から隔絶された年空間のようだな。一つ、隔絶空間から果たして解除の操作ができるのか。少なくとも今はまだ。ようやくやる気になったかい。まさかだよ。リミット内に触れなきゃ俺はどうなるんだ。さあね。5時間経ったら起こしてくれ。これは脚力の戦いじゃねえ。作戦続行ということだな。黒スーツでメガネをかけた黒髪の男です。他にもいるか。それに誰であれ俺の能力を見られるのは避けてえし。そうすると王が自ら敵を倒しに行きかねない。ご用ですね。レオルを手伝ってきて。どう？少し雲行きが怪しくなってきた。左辺から楽に崩せる展開だったはずが。282砦ない。罪だ。次だ。はい。何体くらいあるんだろうなこれ。じゃあこの食料どうする気だよ。俺たちで奪って食っちまうか。あの連中は怪物です。服従ですわ。黒メガネは周囲を警戒しつつ宮殿の方へ向かっています。よし、何か能力を使ったらすぐに知らせろ。くそ、見失った。4階建て全21室の年空間である。出口は入ってきた穴とつながっている。どの場所の穴ともつなげることができる。
モラウのディープパープルは基本的に専守防衛、敵と直接の接触を避けることで、ディープパープルがここは戦闘地域からはだいぶ離れているのに偵察？情報収集専門のキメラなら早めに叩いておいた方がいい。やるか。どうせ起きてんだろ。おっと、絶対寝させるもんかよ。お前が追っかけてくるまでここで騒いでやる。勝手にしろよ。とにかくあと5時間は起きねえからな。おい、こっち見ろ。ほらほら触れるぞ。起きろ。俺の勝ちだ。231ヒョウ、811忍び、322少将、隅田。一手目で右翼に弓を据え、槍三本の速攻を決める腹だろう。193弓新た、来たな。違うな、ここだ。よどみなく一定のリズムで打っていた彼女の手が初めて止まった。さあ聞かせてみよ、そちの喘ぎ。921中将新た、貴様、これが白であることを知っていたな。私が考えました。10年くらい前です。なんかバカな私からでもこんな利口な子が生まれんのかって。それ以降この子は公式戦や書物からは姿を消しました。一度死んだ我が子が生き返ったような。くだらぬ、今日がそがれた。しばし休め。王様があれほど長い間黙って人の話を聞いたのは結局飽きて読書だもんな。分かりやすすぎて張り合いがねえぜ。気づいたか、煙のロープ。何しろあとはこのロープを手繰るだけ。無駄だがね。大して集中力もないくせに8時間なんて長丁場の設定といい。ありがとよ。お前のおかげですっげー能力手に入っちゃった。自分の足より遅いもんを能力にしてどうすんだよ。あ、煙、まさか。まず自分のすぐ前に煙でコピーを制作。無事帰還か。俺がもしも時間内にお前を捕まえられなかったらどうなってたんだよ。どうってことないね。またシャウ様に新しい能力をもらうか。そうなると選別が終わったらいよいよこっちに勝ち目がなくなるな。今は互いに間合いを測ってる感じだな。膠着状態か。いくら待っても来ねえな。作戦変更だな。ピトーの評価を下げるわけには絶対いかねえ。じゃ俺たち戻るぜ。他には黙ってろよ。お前らだから見せたんだ。一つ目は相手の特殊能力を実際に見るか、能力名を知る。条件が整うと自動的にレオルの発光器にデータが記憶され。とにかくまだフラットは死んでねえ。なんとか連絡も取れそうだ。っていうかお前らに能力見られたくねえんだよ。来たぜ、探索開始だ。本来ならば心身ゆだつほど受け入れがたい屈辱。その源泉がわからぬ。